今日は佐藤の位置に入っている阿部前につけます。今日はセンターフォワード伊藤が入りました。いいですね。さあ左に展開、遠藤です。まだ若い選手、中に折り返す、マイナーズフリーダッシュート、中がこぼれたところを押し込んだ、天野が先制ゴール。あっという間のゴールになりました。前半の1分あるいは2分ということになるでしょうか。先制はカウンター、まさに電光石火のこの横浜サイドからの攻撃。いやー、ここのパス非常に良かったですし、はい、ここね3人入ってこぼれ球をまた天野選手が決めるっていうね、いい立ち位置でしたよね。完全にこのサイドフリーになりました、はい、最後天野が押し込んで横浜が先制という形になりました。中断が